どうもどうも、シュートビチャンネルです。2021年12月8日メンテ明けのガチャ回していきたいと思います。ちょっとね、今回のガチャグリモワール&ニブルフェイム魔人気確率アップガチャプラスですね、限定武器がプレゼントでもらえると最後の限定武器が、この最後の400回目のラインナップに盛り込まれてるというのが狙いのガチャ。そこ目的のガチャですね、これは。だからこのイルカさんとかお前犬さんとかこちらの方が入ってると。なるほど、ヤマト、ヤマトって限定武器やったか、知らんかった。あとはグリノワール、あーでもね、メッケンアモール、アモール僕実はね欲しかったんですよね。でもね、これ派遣とかもアモールってありますよね。なんでメッケンだけなんやろ。派遣のアモールとかあればちょっとそこ覚悟で回してたんですけどね。なんか、上級者さんの試し切りを見てると、どうも、メッケン、あ、メッケンじゃない、アモールを入れてるんですよね。そうですね。僕これあんまり意識しなかったんですけど、結構強いんかな、このアモールって。だから今度アモールの派遣が来たら、ちょっとそこまで、覚悟で取りに行こうとは思ったんですけど、今回、いや、アモールって派遣ありますよね。なんでメッケンだけない。ちょっとこの辺がちょっとわからないですけどね。まあ、とりあえずイルカさんとかコマ犬とか欲しい人はもうそこまで覚悟で狙いに行くんでしょうね。まあ今回これ回す人は確実にそこ覚悟というガチャですね、これ。だから結局は2000個石ですね、回すとしたら。やっぱり今度は副産物ですね。やっぱどんだけいい副産物が出るかと。ここですよね、次の焦点は。うわぁ、そうか。エルドラード、また入ってるんですね、これ。エルドラードとか、ナルガミとか、やっぱりこの辺が、副産物で、この石2000個の間で、出るかどうかで勝ち負け決まると。まあ、あのイルカ目当てとか狛犬目当ての人はもういいんですけど、僕がもし2000個回すんやったら、オーディンとか、オーディンの闇か光、ナルガミ、エルドラド言いにくい。この辺がちょっと一本ぐらい出てくれたらね、嬉しいですよね。2000個どうせ回すんやったらね。でも僕はちょっと今回そこまで行こうとはちょっと思わなかったんで、でもちょっとガチャの方これね、情熱やったらね
さらに回す勢い出たんですけどね。バラバラやから、もういらんもんもいっぱい来るでしょ。だからやっぱりね、今回はとりあえずガチャの内容、僕もちょっとだけでもどんなんが出るか見てみたいんで、250個だけお試しで回してみたいと思います。またクリスマスとか年末とかにもガチャありますんで、まあ見送りの方は見送りで大丈夫だと思うんですけどね。まあとりあえず250個回していきたいと思います。持ってたらいいのかな。でも古代機な、古代機できればハケ、ハケじゃデスペラードの武器が欲しいですね。まあでも、リモワール、魔人機、リブルヘイムの魔人機、250個回して、何個か出てくれたら、本当に確率アップしてるんでしょうね。出る気配ないですけど。まあ、クリスマスとかね、とりあえずガチャ、出る気しないな。やっぱイルカさんとか持ってる方がいいんかな。でもね、アモールなんですよね。最近上級者の方が今回の新武器セレティアセレティアの試し切り動画、火力検証的な動画をいっぱい出してもらってるんで、すごいありがたいんですけども、者さんの装備の中にやっぱりアモールが入ってるんですよね。あの鳥のやつね、あれいるんやね。知らんかった。あんまりどうなんやろと思ってたんですけど、あれいりますね、アモール。やっぱりアモール、次アモールの派遣が出ましたら取りに行きます。確実にセレスティアね。セレスティアの場合、ちょっと今回動画上級者の人上げてくれてはったんで、すごい分かりやすかったですよね。ああいう動画を運営がね、
試し切り動画みたいなのね、あげればいいのね。昔はね、イザナミとか出た時もどんな武器かみたいな感じで試し切りの動画が YouTube で公式で上がってましたけどね。話してっけな、ちょっと素人にはどんだけ強いかわかんないんですよね。まあ上級者の人が動画を上げてくれると本当助かりますけどね、ああいうふうに。しかし今回セレスティアの動画本当に見てて、まあそれの影響で、まあ前回の動画でそこまで回したんですけども、セレスティアね、いやーその時にね、派遣とかでもね、やっぱアモール入れてるんですよね、やっぱアモールいるんだわと思って。アモールを入れることによってこのオーディみたいな こういうのがいらないんですよね。オーディといえばこういうなんていうんですか、これ系のちょっと難しいですけど、このオーディとかこれを省いても火力出せるから、専用3個とフィニッシュ武器2本みたいな構成、あれちょっと憧れますよね。やっぱアモールってなんかオーディン的な役目がするんですかね。いやーアモールが欲しい。なんで今回メッケンアモールだけなの。あ、わた、わあ、グリモワールもニブルヘイムも多分出なかったと思うんで、まあ回す人は多分そこ覚悟で回すと思うんですけれども、まあ見送りでもいいんじゃないでしょうか。